皆さんこんにちは。ジュエリーデザイナーがお送りするラジオ番組ジェムラジ。この番組は私杉村萌実がジュエリーや宝石を軸にいろいろなお話をしていくというコンセプトの番組です。今日はですね、仕事ができるとはどういうことなのかという、ことをですね、今一度考えてみたいなと思っております。これはね、実は本の紹介なんですけれども、全く同じタイトルの本を、楠木健さん、それから山口周さんという方がね、対談で出されておりまして、この本に興味がありますというふうに DM をくださった方がね、私がちょうどインスタのストーリーにアップした時に、DM くださった方がいたので、今日はブックレビューのような感じで配信を撮っていこうかなと思っております。ただですね、この本とっても内容が濃くてですね、私も、一度読んだきりではちょっとつかみきれないなというか、ことあるごとにちょっと読み返したいなって思っているような本なんですね。で、ぜひ皆さんにも考えていただきたいなと思うので、このね、著者の楠木さんが冒頭ご挨拶みたいなところで書かれている、その文章の締めくくりのところをね、一文読んでみようかと思うんですけれども、スキルのお勉強に明け暮れている人が多い昨今、今一度仕事ができるとはどういうことなのかをはっきりさせておくのは意味があることだと思いますと書かれているんですね。これを聞いて皆さんいかがでしょうか。今日のね、配信はこの問いに対して私が感じたことというお話をしたいなと思ってるんですね。というのも取り上げたい内容というかトピックスが多すぎてですね、一度の配信で全て紹介できるということではないので、ただ、この書籍は、お二人とも最終的に対談をしても仕事ができるとはどういうことなのかっていう具体的な、その言語化できた答えみたいのは見つけられていないんですね。ただそういったことを話していく中で見えてくることたくさんあったよねという感じで進められていく本なんですね。で、その中でもうとりわけ常にこのキーワードとして多用されているのがセンスとスキルというものの対比なんですね。なのでそこにフォーカスしながらも、私なりに感じたことというのをね、今日はお話ししてみたいと思っております。センスとスキルというと皆さんどうでしょうか。これは捉え方いろいろだと思うんですね。ちょっと抽象的ではあるんですけれども、私みたいな仕事だと、例えばセンスはデザイナーさんとかが必要なもので、技術的なスキルっていうのが、例えばジュエリーを作る職人さんとかが持っているものでとかって思いがちなんですけれども、そうではなくてですね、この著者のお二人がそもそも、ビジネスパーソンを、相手に、いろいろな発信をされて、いる方たちなので、もうこの本、完全にビジネス本なんですね。で、なのでセンスとスキルというのもですね、基本的にその仕事の中でというような、その文脈で語られています。で、その中で言われていることは、スキルよりもセンスがより重要になってきているよねということですね。そしてスキルがあるっていうことと仕事ができるっていうことは似て非なるもの、同じではないと。だからすごく簡単に言ったら、例えば Excel、PowerPo 全部使えます、いられ Photoshop 全部使えます、完璧に使いこなせますっていう人が仕事ができる人と表現するべきなのかというと、そうではないよねっていうところなんですね。で、センスとスキルという言葉を別の表現でいろいろ置き換えて話されていくんですけれども、例えば仕事において意味がある仕事というのはセンスの分野、そして役に立つ仕事というのはスキルの分野だというふうに表現されたりとか、考え方として直感はセンス、論理的に考えられるものはスキルというふうに表現されたりとか、結構いろいろな場面に落とし込むことができるんですね。で、そうやって見ていくと、自分がやっている仕事が、果たしてスキルで固めてしまっていないんだろうか、あるいはセンスに偏っていないんだろうかと、そんなことをいろいろ考えさせられるわけなんですけれども、そのね、スキルの勉強に明け暮れる人が多い昨今という、
言葉から始まる先ほどご紹介した、一文をですね読んで私が、一つ思い出したことというのがですね、著者ではない方なんですけれども、How to のシェアは不毛だというふうに言った人がいたというのをね、以前どこかの配信でお話ししたことがあったと思うんです。これが本の内容と重なるところだなと思ってまして、楠木さん、山口さんはねもう、50代とかですけれども、この How to のシェア不毛だよねって言った人はですね、ほぼほぼ私と同い年ぐらいの方なんですね。ので世代が違ってもやはり本質を見ている人というのは考えることが一緒だなって思ったんですけど、これはどういうことかというと、今ね、How to のシェアとか、それから本屋さんに行けばノウハウ本がすごくたくさん並んでいたりとか、こういった音声配信とか YouTube もすごく多いと思うんですね。自分がこう見聞きして役に立ったことをシェアするとか、ビューティーだと例えばメイクアップ動画とかもすごいいっぱいあるじゃないですか。で、仕事から友人とかもそういうのすごいチェックしてるので、本当多いなって思うんですけど、そういうのは、この方たちの概念によればスキルなんですね。で、それをひたすら発信していって、それをひたすら享受する人たちがいるっていう状況がなぜ不毛かというとですね、それはクリエイティビティを生まないからなんですね。コピーして真似していくことっていうのは非常に役に立つことで簡単ではあるんだけれども、人間がそもそも考えるっていう思考を取り除いてしまってるっていうことだと私は解釈しているんですね。で、今は、Google 先生という言葉があるようにネットで検索すれば Wikipedia もありますし、何でもすぐ答えが出てくるじゃないですか。で、それを分かった上で知識の探求ができる人というのはより効率的にどん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 インプットをしてより幅広い、より深い学びができるんですけれども、でも実際人間はねすごく怠惰なので楽な方楽な方に流れてしまうんですよ。よほど自制心とかがないとなかなか難しい。で、そうするとですね、その昔だったらこうすぐに答えが出なかった問いに対して、誰か人に聞いてみる、本をいろいろ調べてみるとか、それなりに労力をかけているんですね。労力と時間をかけていた。で、それはその効率的ではないけれども、でもその分考えるっていう時間も長くあったわけですよ。で、哲学とかがこう盛んにこう出てきた時代ってそもそも娯楽が少ないからみんな考えることにすごい時間を費やしていて、だからこう哲学とか宗教みたいな、ね、ものが出てきていたわけなんですけれども、その考えるっていう時間を、現代の人たちから奪い取っているっていうのがこの How to のシェアとかだっていうことなんですよね。で、今までのその時間がかかって考える時間が多かった時にあったそのプロセスの中で得られていた余計な情報、例えば辞書で一つ単語を調べようと思っても1ページにすごいたくさんの文字が書いてある、すごいたくさんの言葉が書いてある。で、そこから得られた余計な情報っていうのが例えば教養につながったりとか新しいアイディアにつながったりとかってしていたんだけれども、まあ、それも全てショートカットされるようになってしまったっていうことですね。で、この How to とかノウハウ的なその情報発信っていうのはやっぱりすごくニーズがあるんですよね。で、とある人がそのニーズが多い一方でより多くの人をバカにしていくというふうに言っていたんですよ。まあ、ちょっと言い方は強めですけれども、それも私その通りだなって思うんですね。要は考えるっていうプロセスを取り除いてすぐに答えが得られるっていうことをに対して人間みんな中毒みたいになっていくんですね。だからこそ本屋さんの本棚にノウハウ本が溢れて、そういったそのね、こういった音声配信もそうですし、 YouTuber の人とかもそうですし、そういうのに人が集まって拡大していく。で、そこにビジネスを絡めている人であればやはりその盛り上がっている市場があればそこにもちろん入っていくわけだからより加速していくっていう状態で、その状態が広がれば広がるほど、人をバカにしていくっていうことなんですね。で、私が以前ね、伝えるより考えさせる、
そういった発信をしていきたいといったのも、そこにつながる部分があるんですけれども、やっぱり役に立つような情報というのが悪いわけでは全くないんですよね。私だって何もわからないことに対して、例えば子育てに関してとかね、トイレトレーニングはいつからどうやってしたらいいんだとか、全然右も左もわからなければ調べて、それでそこから得た情報でなるほどって思って実践するわけだから、だから全然悪いことではないんですけれども、ただ、そればっかりだと自分自身が考える、深く考えるっていう時間をも取ってないなっていうことを自覚しておかないといけない。で、それをこう自分で分かった上で、こう意識的に何か深く考えるとか、時には疑問を持ってみるとかっていうことをですね、そういう時間を取るっていうふうに現代人はしないと、どん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 バカになっていっちゃうよっていうことなんですね。で、やっぱり予備校の授業とかもそうだっていうふうに聞いたんですけど、先生が分かりやすく説明すればするほど生徒はそのまま分かった気になってしまう。分かったから気持ちよくてですね、さらにそこから深く考えよう、勉強しようって気にならなくて、実際に全然頭が良くならないっていう話を聞いたんですけど、まあ、これも同じことだなって思うんですね。なので、ある時はすぐに答えを出してほしいけど、でも答えをくれないこととか、自分で考えなきゃいけないことっていう何かを意図的に取り入れた方が良いんじゃないかなというふうに思っているんですね。なので、まあ、私は例えばちょっと難しい、自分にとってちょっと難しいな、レベルが高いなと思う内容の、まあ、例えば本とか、例えばテッドとかね、それから全く知らない分野に関してのことを音声配信とかで聞いてみるとか、そうすると自分の知らない世界のことなので、どうやっても自然に思考をこう巡らせて考えなきゃいけないプロセスが出てくるんですね。そうやってその脳を鍛えることっていうのが、その情報自体が必要だったかどうかっていうことじゃなくって、全てにおいて、その考えるっていうことをするっていうことにおいてね、必要なんだなというふうに最近は考えているんですよね。で、やっぱり一つの例えば例としては、アウトスプットする場を意識的に作っておくと、やっぱりインプットしたことを自分の言葉に置き換えて再思考するようにするっていうことを勝手に脳がやりますから、やっぱりそういうことっていうのも一つの例だと思いますし、なんかそういうことをね、今一度特に現代人は考えた方がいいなって思ったっていうのが、まあ、この本から私が一つ得た答えでした。で、この本はね、答えはくれないんですよ。でもひたすら考えさせてくるっていうのなので、そういう意味ではすごくいい本だなって思いますし、例えば社会人になりたてとかだと、本当にスキルを頑張って習得するだけでも仕事が成り立つ。でも、もうちょっと中堅の立場になったりとか、もっともっと上の立場になってくる人とかだと、やはりスキルでカバーできない部分を実感してくると思うので、そういう方とかはね、多分刺さる内容がたくさんあるんじゃないかなっていうふうに思います。なんかタスク管理をすると、仕事のプライオリティで、これは重要で急ぎだから早くやらなきゃっていうのがあって、でも重要だけどそんな急ぎじゃないよねっていうのって、結構先回り、ポストフォンしちゃうと思うんですね。でもまさしくこの本を読んで感じることって、そこをポストフォンしがちだけど重要なことだなって思うので、なんか今一度自分の仕事の仕方とか、情報収集の仕方とか、考え直す意味でもね、立ち止まってみるのもいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、実はですね、この本、をですね、夫もね、読んで、私の後に読んで、私の前かに読んでいて、そのレビューをね、書いているんですよ。で、夫が今天然石ショップセルシャの方を主に運営してくれているんですけれども、今年からセルシャ通信というね、メルマガを始めました。で、これはどういう内容かというと、月に、1回だけ配信するんですけれども、一月一石ね、石を選んで、まあ、今月号はアメシストなんですけれども、それになぜか一月に一冊本も選んで、合わせて、文を章を書くということをやっています。で、まあ、最初始めたいって言った時、なんでだろうなとかって思っていたんですけど、それのね、答えっていうのも、まあ、今お話しした中に重なる部分があってですね、要は、何か、学びを得ようと思って
った時にアウトプットする場所を決めておく、デッドラインも決めておくと人間頑張るんですよね。で、自分が見るもの、家族が見るものだけだったら大して完成度が高くなくてもいいんですけれども、やはりお客様に見せるってなった時にはやっぱりそれなりにすごくすごく考えて、文章を書くじゃないですか、あのメールマガの場合はね。で、そういうふうにすることで自分自身の学びになるっていうのが大きいんですね。で、なおかつこういった文章をシェアするときってどうしても言葉はネイティブに聞こえるんですけど、文章を書くと、結構チャイニーズが出てしまうところがあるので、私が、テコ入れをすることがほとんどなんですね。で、そうやって添削をすることで私と、夫の間でそのトピックについてより深掘って、こうちょっと対話をするというか、それによって得られる学びっていうのがお互い出てくるっていうのもあるので、そういった意味があってですね、このセルシャ通信をやることになりました。普通だったらね、石屋さんのメルマガって新着情報とかイベント情報とかが載ると思うんですけれども、なかなかやっぱり石屋さんというよりはもともとサラリーマンだったっていうところもあってですね、考えている視点が全然違うと思うので、そういった意味では面白い、こうヒントがね隠れているんじゃないかなって、思います。なかなか今月はね、この同じ本を、夫婦2人でピックアップしてそれぞれの視点から見た、ことを発信するっていうので面白い内容に、なって、いますので、メルマガ登録していただくのももちろんなんですけれども、こういったことはアーカイブしていく価値があるなと思うので、セルシャのノートのアカウントを作って、そこにブログのような感じで本編をね貯めていっています。なので、この概要欄にも URL を貼っておくので、ぜひそちらも合わせて見てみてください。それでは今日はこの辺にしたいと思います。また次回お会いしましょう。